株価が今年の最高値を更新しています。円安が進んだことで昨日8ヶ月ぶりに1万6000円台を回復した平均株価は今朝も大幅に値上がりしていますニューヨーク株式市場でダウ平均株価が2日連続で最高値を更新した流れを受けて東京市場でも取引開始直後から100円以上値上がりし1月8日につけた今年の最高値を更新しました 自動車や機械など輸出関連株が引き続き買われていますまたアメリカの雇用関係の指標が改善したことなどからニューヨーク市場でドル買い円売りが進み円相場も1ドル109円台まで円安が進みましたご覧のように現在の円相場は1ドル109円台22銭から24銭での取引平均株価は200円近い値上がりとなっています